勝負がお伊勢屋にやってきたぞ。こんにちは、お伊勢屋けんちゃんです。今回、碧南市観光協会公式マスコットキャラクターの勝負が、お伊勢屋製麺所にやってきました。こちらが勝負です。勝負はですね、碧南市の花、花勝負をモチーフにした、ゆるキャラで、平成23年4月1日に生まれた、男の子だそうです。チャームポイントは、頭の花勝負ということで、コミカルな動きが可愛い勝負です。勝負頑張ってます。やってくれるんだ。ノリがいいね。いいですね。あ、これ来たね。意外とちゃんとできますね。できますね。クオリティ高いです。はい、またこんなことも紹介していきます。皆さんどうぞお伊勢をよろしくお願いします。